最近小柄なちびっこばっかりが代表選手なので、めちゃめちゃ言うな、この人。面白ないのでサッカー全然見てませんと。中田や本田みたいな、外人吹っ飛ばせるような選手がいないと見る気がしませんと。本田さん的に日本にあったサッカースタイルはどうなって定着していくのが理想だと考えますか。まあ、なんか昔オシムさんがなんか日本人がこういうスタイルでやるべきだみたいな、やっぱその勤勉さをこう称えながらなんかこう走って考えるサッカーみたいなこと言ってましたけど、僕もそういう完全同意ではないんですけど、そっちよりがやっぱり間違ってないというか、まあ向いてんじゃないかなっていうふうに思いますね。